東京都府中市、法律前、福島支援オンソングにて、佐々木孝一は、香川県出身の日本の難病患者、NPO 法人、和の会理事長、高松市立高松第一高等学校、中央大学法学部卒業、株式会社ベースボールマガジン社を経て、全国建設労働組合総連合、東京都県一般労働組合で、先住職員として勤務、 1998年、東京都県を退職。2009年、62歳で、東海大学大学院修士課程終了。1996年春頃、右手の握力低下に気づく。6月か7月頃には、右足の動きにも異常を覚える。同年11月、東京都立神経病院で、筋縮性即索効果症との告知を受ける。なお、同年3月に、 阪神淡路大震災ボランティアに参加している。1997年、ALS 患者の交流組織、希望の会、府中地域福祉を考える、和の会を結成。1999年、基幹切開手術、声を失う。2000年、呼吸器装着、在宅療養を開始。2002年4月、府中地域福祉を考える、和の会を、 府中自立支援ネットワーク和の会に名称変更。2003年7月、NPO 法人格取得。和の会と名称を変更。2007年2月、東海大大学院健康科学研究科を受験し、合格。難病の59歳、大学院に合格目線で、文字盤を差し受験と共同通信が報じる。2009年秋。 東海大大学院健康科学研究科保健福祉学専攻を修了。修士論文は ALS 患者自身ができることを満たすきっかけと促進要因。同大学院での学位授与式の後、健康科学研究科より特別賞を贈られる。特別賞授与は難病を抱えながら2年半に及ぶ大学院での研究を続け、修士論文を完成させたことを評価したもの。 同研究家教授会の賛同により、初めて同賞を設けた。2011年8月、福島応援オンソング、私たちは戦う活動開始。震災発生の2011年3月11日午後2時45分に、ちなみ、毎月11日の午後2時から3時まで、主として、フォーリス府中前で、歌声と共に、福島応援の意思を、被災地に伝える。 ナーシンググラフィカ健康支援と社会保障3社会福祉と社会保障226ページより引用。ありがとうございます。